です。多分この動画を見ている皆さんの中で今そうですね、ベトナムで日本語を学んでいる方が多くいらっしゃると思いますが、やっぱり日本で生活をしている人と違ってベトナムだと、日本語を実際に使用する機会が少ないじゃないですか。そうですね、はい。そしたら皆さんは普段どのようにして会話練習を行ってますか？もし周りに日本人の友達がいれば、あと日本人の知り合いがいればそれが一番いいですよね。でもいない場合はどうしますか？毎日授業、あと本などでたくさん日本語の知識を学んで、頭に入れても、つまり毎日多量のインプットを受けてもアウトプットは全然できない。だって日本人と会話する機会が全然ないですからね。はい、このままだと、会話力のレベルアップにつながらないかなと心配している方が多くいらっしゃるんでしょう。実はですね、私もそうだったんですよ。8年前、日本語の勉強を始めたばかりの私も、毎日学んだことを実際の場面に応用したり、あと日本人と会話したりする機会が全くなかったので、今皆さんの気持ちすっごいわかります。はい、でもその時私が、会話力を向上させるためある3つのことを習慣にしていました。ということで今回の動画では、私は初級レベルの日本語を学んだ段階でずっとやっていた3つの学習習慣についてご紹介したいと思います。まず1つ目、本当に何でもいいですが、日本語でさえあれば、とりあえず音読することです。皆さんは、普段教科書で新しい言葉また例文を見て、多分その時は自分の口から読み上げることが多いかもしれないですよね。でも練習問題とか、あとなんだっけ、読解問題とかを解き終わってから読み上げることが少ないでしょ。はい、でもさっきも言ったように、こういう読解問題を解き終わってから私はいつもちょっと時間をかけて、スムーズに読み上げられるようになるまで、何回も何回も音読していました。特に、日本語の発音、あと日本語の長い文章にまだ慣れていない初級レベルの人にとって、この作業は本当に日本語の口の動きを練習するのに非常に役立つと思いますよ。じゃあ2つ目、一人で日本語のプレゼンテーションを行うことです。日本語の勉強を始めたばかりの時はやっぱり他の人に自分が言いたいことを最後まで伝えるのはなかなか難しいというのは多分誰か一人だけの話じゃないですよね。これはみんなの大きな共通点だと思いますよ。例えば私は日本に行くために今日本語を勉強していますと言いたいのにこうなっちゃいました。私は日本語、日本に行くから、勉強します。はい、ちょっとしっかり、私は日本に行くために今日本語を勉強しています。皆さん何もしないままではこういうふうに順調に自分が言いたいことを伝えられるようになるのは難しいですよ。練習しないといけないです。はい、練習しないといけないですよ。練習しないといけないですよ。まず、自分が言いたいことをちゃんと考えて、言葉の順番を整理して、またゆっくり話す練習が必要で、このスキルは多分プレゼンテーションを行うことによって鍛えられる能力じゃないかなと気づきました、私。はい、テーマは別に何でもいい、短くても構わないので、ちゃんと考えて自分が言いたいことをもちろん、文法的なルールにも配慮しながら、伝えようとする気持ちを大切にしてください。
はい、最後に3つ目、シャドーイングの練習を行うことです。多分皆さんもこのシャドーイングという言葉をどこかで聞いたことがあるんじゃないですか。まあ簡単に言うと、このシャドーイングというのは聞こえてくるスピーチに対してほぼ同時に、できるだけ早くそのスピーチと同じように発音することです。まあただ音声ファイルがあれば自分の日本語能力にふさわしい教材を選んでシャドーイングの練習を行ってもいいです。前私が、シャドーイングの教材としてよく利用したのはなんだっけ、みんなの日本語の、聴解問題でした。そう、みんなの日本語の聴解問題でしたよ。で、わからない単語があればただスクリプトをチェックしてまた、その、モデル音声をできるだけ真似して発音するようにしていました。で、まあこのシャドーイングの練習はね、最初はまだ慣れていなかった時は結構難しかったんですよ。まあ諦めたい時もあったんですよね。でも慣れてくると結構意外と楽しく練習できるようになりましたよ。で、何ヶ月このシャドーイングの練習を続けた後は、自分の発音の改善に結構いい効果があったかなと実感できました。はい、はい、以上、私が日本人と会話する機会がなかった時に自分の会話能力を向上させるため、3つの学習習慣について皆さんにシェアしました。多分今まで皆さんもいろんなところで検索したり、そうですね、はい、学習方法について調べたり参考にしたりしたことがあると思いますが、まあただどんな優れた学習方法だと言われても、ただその通りにやれば自分も決して上手になるわけではないと思っておいてください。なぜかというと、まずその学習方法は自分の学習スタイル、また自分の理解の程度などに適したものじゃないと諦める可能性が高いと思いますよ、皆さん。で、私的にはなんかどんな学習方法であっても一番大事なのはその習慣を維持して、で自分が期待した効果が出るまで努力することではないかなというふうに思っております。で、例えば今のように、誰かからのアドバイスを聞くと、なんか心の中にすごい絶対やる、やらないと上手になるから明日からやるなど、やる気がすっごい湧いてくるでしょう。でもなんか1回2回やってみると、まあまだな、そんなに効果が出ないなって思い込んだまま諦めるかもしれないですよね。でも皆さん、これはできる人とできない人との間の大きな違いだと思いますよ。だって上達っていうのは1日1週間2週間の話じゃないですよ。必ず時間をかけて毎日少しでも、コツコツ努力する人ほど勉強面で勝つと思います。それで皆さん、もし自分にとって、とてもふさわしい学習方法を見つけたと思ったら、ぜひ何年間じゃなくてもいいですが、まず例えば3ヶ月ごとに、あと6ヶ月ごとにちょっとその方法を習慣として維持したら、絶対あの効果を実感できる日が来ると思いますよ。ぜひ頑張ってください。ちょっと動画は無理やりで長くなってしまったんですけれども、今日本語の勉強にモチベーションが出ない、また、会話力を鍛えるため、どこから何から始めればいいかわからない皆さんのお役に立ったら嬉しいと思います。ではまた他の質問があればぜひコメント欄に書き込んでください。あとこの動画の内容が面白いと思ったらぜひ LIKE ボタンとシェアボタンを押すのもお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。